ラランです。今日は生チョコみたいなガトーショコラ2を作りたいと思います。そうなんですよ、1があるんです。あとハランのベストおやつという本にも生チョコみたいなガトーショコラの改良版のレシピを載せたりしていたんですけど、さらにまた改良を重ねまして今回動画で披露したいと思います。基本の材料は4つで作れて、1つのボウルで混ぜるだけでとっても簡単、ずっしり濃厚な生チョコのようなガトーショコラを目指しているので、ぜひぜひ濃厚好きさんにはね試してほしいし、みんなに配ったりとか本命チョコとしてあげたりとかもいいのではないでしょうか。それでは早速作っていきましょう。はい、それでは早速作っていきたいと思います。まず使う材料を発表します。まずはじゃん、チョコレートです。私はいつも富澤商店で1キロのフレークチョコを買ってます。ミルクタイプを使ってます。でもこれじゃなくても板チョコでも全然作れます。 200g 今回は使うので、板チョコだと4枚分ぐらいかな、1枚 50g のことが多いので、まあ確認してほしいんですけれど、今回はこれはねキューブ状にもう小さくカットしてあるのよ。だからすごく便利で使っているんですけれど、板チョコの場合はポキポキとちっちゃく割ってボウルに入れる。で、割りチョコとかちょっと塊のチョコレートだよって場合は包丁で刻んでからボウルに入れてください。次はじゃーん、生クリーム。前回1の時とかおやつ本に載せた改良版の時はバターを使ったんですね。今回は生クリームでね、より簡単に、そしてより美味しく作っていきたいと思います。でも好みが多分分かれるなとも思うんですよ。なのでぜひぜひ比べてほしいなとも思います。で、 47% のものを使ってます。やっぱり高脂肪分の方が美味しいです。どうせ作るなら濃く濃厚にガツンといきたいので 47%。そして卵2つ、薄力粉は 40g だったかな、ほんと少しです。なのでチョコレート、生クリーム、卵、薄力粉を用意していただければもう作れます。あとは 15cm のパウンド型を用意してください。これアマゾンとか普通に何百円とかで買えるから、 15cm のパウンド型は本当にパウンドケーキを焼いてもガトーショコラを焼いても何を焼いても可愛いので、ぜひ持っていくと便利かなって思う。あとはオーブンシートが必要ですね。もうね、作るのは一瞬だからオーブンシート先に敷いといた方が楽に作れます。そしたらこのオーブンシートをピーッと出して、で型をシートの上にこうやって置きまして、まあ毎回ねお見せしたりもしてるんで、分かる方は飛ばしてくださいって感じなんだけど、角に向かってこう切り込みを2本入れてください。こんな感じで反対側も切り込みを入れる。こんな感じで両側がこんな風に切り込みが入りました。そしたら折り目をつけていきます。こんな感じで型に入れ込んで、はい、できた。簡単。はい、そしたらはかりの上にボールを乗せます。ボールは耐熱レンジにかけられるボールをね使いましょう。このボールは IKEA で買いました。そしたら 200g。 はい、ぴったり 200g。 板チョコだったらもう測らないで私作っちゃいますよ。だから4枚をただポリポリって割ってボールに入れるだけ。生クリームは1パック開けて、せーの、ダボーと入れるだけ。簡単。そしたら、はい、ラップをします。ピッチリラップじゃなくていいので、ラップをしたら600ワットで1分半加熱します。チョコレートが、まあ、ちょっと溶けてきたかなぐらいまで加熱してみてください。やりすぎるとチョコレートが焦げちゃったりするので、そこは気をつけていただきたいんですけど、チョコレートをね溶かしていきます。はーい、1分半終わりました。待って、すごいヒートテックが丸見えだった、恥ずかしい。はい、オープン。はい、そしたら泡立て器でぐるぐると混ぜます。そうすると次第に溶けてきます。はい、でまんべんなくね溶けたし、そうしたらここに卵を入れます。卵は2つ、もうね一気に入れちゃってください。あっ、見なかったことにしましょう。はい、もう一つパカーンと入れて、はい、そしたら薄力の上に乗せまして、薄力粉を計量します。 40g 測っていきます。で、入れるときは少量ずつ、これでフリフリしながら入れるといいですよ。よし、 OK、 これでもう終わりです。そしたらですね、この時点でたっぷりのお湯をやかんとかお鍋に沸かしてみてください。今日はね焼き方がちょっとお湯を使う焼き方なので、まあ言っちゃうと湯煎焼きなので、お湯たっぷり沸かしといてください。そしてオーブンも予熱します。オーブンは150度に予熱してください。
暗闇で沸かす。はい、そしたら混ぜていきます。この後ね、卵を一緒に入れちゃっていっぺんに混ぜちゃった方が私うまくいく気がするの。はい、こんな感じでぐるぐるっと大きくね、はい、こんな感じで大きくぐるぐる。で、この状態だとまだちょっとこうダマもあるし、ちょっとなんか卵が見えてる感じだから、さらに混ぜる。で、混ぜていくとどんどんまとまってきます。艶やかな生地になってきます。だからちょっとよく混ぜることを意識してみてください。こんな感じかな。はい、そしたら型に流し入れます。で、このパウンド型のここもベロベロになっちゃってるでしょ。これすごい邪魔だし、ちょっと迷惑なんですよ。だから私はボウルの縁をヒュッてやっちゃってるんですが、ここ糊代わりにします。こんな感じ、生地つけてペタッてするの、紙同士を。そうすると見て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 、あら不思議、生地の入れ方失敗とかがなくなるから、これすごいおすすめです。こんな感じです。そしたら型に流し入れます。いけー。なんでこんな失敗するんだろう、もうやだ。普通にやります。まあ大丈夫、うん、こんな感じかな。ちゃんと綺麗に整えてあげて、はい、できました。まずは天板をオーブンに敷いて、バットです。バットをさらに上に置く。はい、ガトーショコラの生地をバットの中に置きます。で、湯煎焼きしていくので、ちょっとこう手前に置いといた方がいいかも。バットにお湯を入れて焼くことで、取り出すときも安全だし、万が一で、ね、天板にお湯がちょっとこぼれてもちょっとで済むので、その天板に直接お湯を注いで焼くよりか、バットの中にお湯を注いだ方がいいと思います。あと、このオーブンにセットしてからなるべくお湯を注いであげてください。オーブンにセットする前にお湯を注いじゃうと失敗しちゃうことが多い。お湯こぼれたとかね、いろいろやらかすので、私はやらかして何度も起きたので、このスタイルに定着しました。バットをギリギリというか結構な高さまでお湯を注いだら焼いていきます。扉を閉めて60分です。1時間丸々焼くので結構長いですが、湯煎焼きすることでもうふっくら、ちょっとムチッといけるのよね。美味しいです、とても。なのでおすすめです。では60分休憩です。と思いきや、きやきやきや、今日はなんとじゃーん、昨日の夜焼いておきました。なんて素晴らしい、私拍手。とても簡単なのですぐ焼けるから、本当に晩ご飯食べてる間に焼いてました。で、型から取り出して、こんな感じでペーパーから取るといい感じで、まあ一回底を外しますね。こんな感じで外して、もうすごくずっしりです。濃厚な感じがもうわかる。そうしたらですね、このペーパーの上でやるのがいいと思います。ココアパウダーを振りかけます。まあ、ここはお好みでいいんですけど、振りかけた方がね、生チョコ感も出ますし美味しいと思います。表面がココアパウダーで覆われると、わって質感が変わった感じに見えるからおすすめです。こんな感じ、うわー、なんとまあ美味しそう。では切ってみますよ。いきますよ。分厚すぎても食べにくいし、かといってあんまり薄いと食べた感がないので、まあこのぐらいかな。せーの、ドン。うわー、中ずっしり生チョコだ。うわー、すごーい。端っこを食べようかな。ちょっと手で失礼します。あとはサムネイルの写真を撮りたいから、この細長いお皿の方にしました。おいしそう。すっごくもう断面が滑らかなのが分かりますよね。おいしそうすぎる。はい、では食べたいと思います。いただきます。うーん、おいしい。生チョコですね、もうこれはね。なんだかね、バターで作るよりも優しいミルクの味わいが引き立つので、より軽やかに食べれると思います。一切れがすぐなくなっちゃう。生チョコみたいなガトーショコラができたと思います。生クリームの方が優しく仕上がるね。
はい、ということでとっても美味しくできましたガトーショコラ。まだね、隣でオーブンで焼いているので、それが出来上がったらまたのお楽しみ。食べ過ぎには注意しながらもガトーショコラ存分に楽しめそうです。皆さんもね、今年のバレンタイン、まあいろいろ候補はあるかなと思いますが、ガトーショコラ2をね、ぜひぜひ候補に入れてあげてください。バレンタインではなくても、あの普通のおやつの時とかでもすごく美味しく楽しく簡単に作れると思うので、皆さんもぜひぜひ作ってみてくださいね。ということで、今日の動画を見てくれてありがとうございました。この動画で少しでも美味しそうと思ってくれた方は、チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。聞いてください、私じゃじゃーん、ピアスを開けてみました。いやまあ開いてる方とか別に大したことないよと思う方もたくさんいると思うんですけど、私まさかピアスを開けるとは思っていなかったので、自分がね、だからなんか、あ、ピアス今日って気になってパチンと開けに行ったんですけど今は開けたばっかりなので、この同じピアスをずっとしてなきゃいけないんですよ、消毒しながら。だからまだいろんなピアスを楽しめないんですけど、でも母がいいことを言ってくれたの。ピアスを開けて、まあちょっと経てばイヤリングもできるじゃないって言ってくれて、で、あの今まで視聴者さんとかがあのお手製の本当にハンドメイドで作ったイヤリングとか、いろいろねプレゼントしてくださったイヤリングもたくさんあるので、それもねこうゆくゆくはつけつつ、ピアス生活も楽しんでいけたいなと思っております。はー、不思議ー。なんか自分が本当にピアスを開けるなんて信じがたいことなんですよね。何が起こるかわからないなって人生は思いましたではでは、バイバーイ。